市長、本日もよろしくお願いいたします今日はあの入船小学校の方に、まあ、市長散歩ということで来ているんですけども、はいはい、その前に、えー、市内では接種が始まっているのでそのことについてまずはお話をさせていただこうと思っておりますはい、そうですね新型コロナウイルスのワクチン接種3回目が始まっていますよね、はいえー、3回目の接種を加速させるために今、あの日の出公民館の隣に 2>, 2月19日からワクチン接種センターを開設いたしました、はい、まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大予断を許さない状況ですが、えー、市民の皆様には引き続き基本的な対策をお願いしたいと思います、はい、しっかりと対策を行っていきたいと思います さて今回の「視聴散歩のテーマなんですがタブレット端末などを活用した教育環境ということで、まあ、先ほどもご紹介がありました、はい、今日は入船小学校にお邪魔しています、はい、お邪魔しております、はい、小学校に来たということは、はい、学生たちの学習に関するお話でしょうか、はいえー、新型コロナウイルスの感染拡大によりましてこれまでのような形での人と人との交流、うん、これが制限されまして私たちの生活も大きく 大人はもちろん子どもたちを取り巻く環境も大きく変わりましたよね市、えーえー、といたしましても学校などの教育現場で試行錯誤を繰り返しながら子どもたちのために何がいいんだろうということを一生懸命、取り組んできたところなんです、はい、この黒板にあります通り、はい、おととし令和2年の4月ですね、はい、学校の一斉休業がありました。りましたね、はい まあこうしますとあの子どもたちを取り巻く学習の環境も大きく変わりましたよねはい、えー、授業をどういうふうに継続していくのか、えー、ホームルームまたは部活動などこれをどういうふうにやっていったらいいのか大きな課題となりました、うん、そこで、えー、子どもたちの学習支援のホームページ「えー、浦安学びの広場」これを開設しましてまずは動画による授業などの配信を行ったところなんですね。はい 動画による授業の配信といいますとタブレット端末ですとかパソコンを使わなければ授業を受けることができませんよねそうなんですそのために5月には子どもたちの学習支援としてタブレット端末の貸し出しを行いましたけども学校活動を維持していくために ICT の環境というものを整備していくことが急務となったんですね。うんはい、そうしたことから国が児童生徒に1人1台 端末とクラウドを活用してまた高速通信ネットワーク環境の実現を目指したギガスクール構想というものがありまして子どもたちに何としてでもその環境を作ってあげようということで前倒しされたんで市としてもこの補助金を活用しまして令和3年の3月こちらに児童生徒に1人1台の端末の整備と学校でのネット環境これの整備を行ったところなんです。 すでに子どもたちには一人一台タブレット端末が配られているということなんですね。はえ、い、それと同時に学習環境おこれを確保するためにさまざまな取り組みもお進めました。はい。学習環境の確保といいますと具体的にはどんなことをされているんでしょうか。えー、タブレット端末やあ Wi-Fi ルーターこれを貸し出しをしたりまた双方向でのホームルームまた外部の講師の皆さんとのオンライン授業 学校行事をオンラインを使って何とかできないかといった学校と子どもたちをつなぐ新しい試みもいくつか取り組んできたところなんですね。はいえー、今年度からは児童生徒お全員のタブレット端末の持ち帰りも行っています。 なるほど、まあ、タブレット端末や w i f i ルーターの貸し出しなどハード面の整備が進んでいるというお話は、はい、今、市長からもお話しいただきましたが一方で授業などのソフト面はいかがでしょうか、えー、先ほども少々触れましたけども動画による授業などの配信のほか、はい、各校の先生方は外部の方に講義をお願いしてですねオンライン授業を行ったりコロナ禍の中でもですね 子どもたちの学びの機会を確保していくためにいろいろ始めたんですね、えー、先生が、ね、あのコロナで自宅待機になったこともあるんですよ、はい、そういった時にも児童や生徒とオンラインで先生が自宅から授業を行ったというケースも実際ありましたねオンラインだからこそできた,対応、はい、できたということですね。 あの、オンラインでの子どもたちの反応評判というのはいかがでしょうか。あのー、とてもね、いいようですよ、はいお。実はですね、あの、こちらの端末で、先生とつながっていますので。ちょっと、和野さん、やってみましょうか。あぜひ、見学させてください。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、聞こえますか。はおはようございます。皆さんの笑顔が見えますね。安心しました。今日は。学級閉鎖なので。 えー、オンラインで朝の会を行います。まずは健康観察です。内田悦さん、はい。万野彩香さん、はい, <laughs> はい。は、え、い、ー、元気なようで安心しました。はい、今朝の体温は内田君、何度でしたか？はい、三十六度二分です。あ、よかったです。万野さんはどれくらいでした？三十六度四分でした。ありがとうございます、えー。熱もなく元気そうでよかったです。 体調が悪くなった場合はすぐお家の人に知らせて休むようにしてくださいねはいでは朝のスピーチです今週は最近一番心に残ったことです2月は雪が降ったりオリンピックがあったりしました家での出来事でもいいです先生やみんなに教えてくださいでは今日の日直の内田さんはい最近うちの庭で 梅の花が咲きましたコロナ禍ですけどもうすぐ春は来ていますみんなで頑張っていきますありがとうございます梅の花綺麗ですねいいですね先生も眺めてみたいと思いますさあそれでは万野さんいかがですかえっと最近うちの向かいの屋根の上に朝必ず白鷺が飛んできます <laughs> <laughs> えー、とても驚いているのと同時に今日はいつ来るかなと楽しみにしていますはいありがとうございます <laughs> じゃあ他の皆さんもぜひ知らせたいことがあったら、えー、ルールをきちんと守ってチャット機能を使って投稿してくださいではこれで朝の会を終わります休憩したら9時からオンライン学習です予定に沿って進めましょう以上になりますはーい 先生ありがとうございましたいや実際にやってみると本当に大人がやっているようなことを子どもたちもそのままやっているんだで、ね、大人がの会社で会議なんかで色々、はいろいろオンラインでやられているそういったものが実際子どもたちも活用しているということなんですよね子どものうちからこういう教育が受けられるのいいですね、はい はいまあ、先生方も一方で慣れた感じでお話をされていたんですけれども、はい、皆さん最初からこうしたネットの知識っていうのはあったんでしょうかいや先生方も大変だったと思いますよ。うん、えお互いに相談したりパソコン関係の支援員さんもいらっしゃるんで、はい、そういった方からアドバイスを受けながら授業を配信したり 動画を作ったりされているそうですなるほどまあそういったことを含めて学習用の動画などの充実を図っていらっしゃるということですねはい、はい、児童生徒の皆さんにとってもこうした新しい経験がいい刺激になっていくといいですよね、はい、まあコロナ禍ではありましたけどもいろいろな試みを学校もやっておりますので、えー、その取り組みを我々も見守って応援していきたいというふうに思っていますはい。視聴今回もありがとうございましたありがとうございました 学校における ICT の推進はコロナ禍における子どもたちの学びの機会を確保していくためにこれまで取り組んでまいりましたが情報化が進んでいく時代の新しい学びの形として今後もタブレット端末やオンラインの活用を進めてまいります。